はい、皆さん、こんにちは。原田です。5月15日、金曜日。えー、今日は皆さん、どんな一日でしたか今日はですね、暗記をテーマにお話ししていきたいなと思うんですけど、皆さん、どうですか暗記得意な人好きな人いらっしゃいますどっちかというと、苦手とか暗記嫌いやわーっていう人多いんじゃないかなっていうふうに思います。 まあ中学生、高校生だったら、例えば英単語とか、まあ、漢字もあるでしょ、えー、社会の歴史の人名とか、地理もそうやね、理科も何でもそう。とにかく単純暗記みたいなものがすごく多いと思うんで、それが攻略できれば、 そうですね。テストでは無敵状態ですよね。うん。定期テストを制するには暗記を制しないといけないと。逆に暗記を制することができればテストなんて余裕なんで、でその暗記っていうのが今よりももっと多くのことを短い時間で覚えれたらいいなと思いません例えば30分で覚えれたものを15分で覚えれるようになったら楽ですよね。嬉しい、嬉しいですよね。うん。 でそのやり方について皆さんなんかそれぞれ自分で暗記の方法ってあるかなっていうふうに思うんですけども例えば何かどんなんがありますかねここについてちょっと考えたいなっていうふうに思うんですねで人それぞれいろんなやり方がある気がするんでこれはぜひちょっとこんな暗記の仕方やってますっていうのがあったらぜひ教えてほしいんですけど例えばどんなんがありますかねリズムで覚えるとか歌で覚えるとか語呂合わせとか なんかいろんなものがありますね。うんうんうん。まあ、ネットでグーってみたらたくさんいろいろ出てくると思うんで、まあそんなもぜひ調べてほしいなっていうふうに思ってます。でですね、今日はあれ紙どこいったあだ暗記のトレーニングということで、今からこちらの紙に数字が書いてます。この数字を10秒読み、読み上げるんで、 10秒でこの数字を覚えてみてください。まあ、動画なんで、もうこれ一時停止してもうたらずっと見れるんで意味ないんですけど、10秒数えてますね。で、数字を出しますこれ。暗記のトレーニング、集中力の高める練習と思って、ぜひやってみてください。いきますよ。せーの、どうぞ !10、9、8、7、6、5、4、3、2、1、 はい、そこまでです。さあ、覚えれたでしょうかぜひ、紙に書いたり、声に出して言ってみましょう。で、もう一回動画戻して、丸つけ、正解、えー、かどうか見てみてください。今日のところは以上です。